こんばんは。新潟ローカルニュース、ウィンプラスの時間です。さて、今日の最初のニュースですが、12月8日の日曜日に、県央地区にあります日本ペット美容マイスター学院で、ペット一種フェア、ドッグトリマー学校説明会が開催されました。その模様とともに、小黒美智子学院長のお話をどうぞ。こんにちは。日本ペット美容マイスター学院です。日本ペット美容マイスター学院は、トリマーを養成しております。トリマーになりたい人、その人たちのためにトリミングの技術を教えている学校です。そして今日は、ワンちゃんたちを飼っている方たちのためにとても楽しいイベントを企画いたしました。今日のイベントの内容は、ドッグマッサージをやっております。ドッグマッサージはとても人気のあるコーナーでして、毎回たくさんの方たちがワンちゃんと一緒に、触れ合いながら、ワンちゃんの心や体をリラックスさせるという、マッサージの仕方をこちらの方で、お教えしております。そして写真のコーナーがあります。ワンちゃんの可愛い写真を皆さんに CD にして差し上げたり、キーホルダーを作って差し上げたりしています。そして可愛らしいワンちゃんの写真の入ったキーホルダーをいつでも飼い主さんが持って歩けるという、そんなとても素敵なキーホルダーです。それからワンちゃんと一緒にこうネイルをしましょうということで、今日は初めてのこう企画なんですけども、飼い主さん今ネイル流行りですよね。飼い主さんがネイルをするように、ワンちゃんにも可愛いネイルをして一緒におしゃれを楽しんでもらいたいということで、ネイルをこちらでやらせていただいてます。であとそれから、新潟のパン屋さん高砂さんからクッキーを持ってきました。可愛らしい、骨の形をしたワンちゃんと飼い主さんが一緒に食べれるクッキーです。とても美味しいクッキーです。それから、クリスマスプレゼント、皆さんは愛犬にクリスマスプレゼントを用意したいなと思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらでは高砂さんが作ったクッキーにおもちゃを入れてもらって、そして、予約をしております。そんな形で、本当に一日、楽しんでいただけるように、今日はしております。次回はまた、来年楽しい企画を用意しているんですけれども、1年間に3回くらいはこういう楽しい企画をしようと思います。来年もこのような企画をいたします。その時はぜひまたいらしてほしいと思ってます。ご案内はこちらの Facebook、 あと日本ペット美容マイスター学院のホームページの方でご案内しておりますので、皆さんご覧になって、そして参加してください。お待ちしております。ペットと飼い主の皆さんが楽しい時間を過ごされていました。学院へのお問い合わせは電話 0256-66-1139 へどうぞ。続きまして、鴨志駅前に、県内としては珍しい鳥そばのお店がオープンしていました。今日は、そのお店のご紹介をします。名前は、福寿。JR 新越線の鴨駅から歩いて1分もかからない場所にあります。お店のおすすめは、もちろん冷たい鳥そばと肉そば。冷たい鳥そばや肉そばは山形県河北地域が有名ですが、その美味しさに感動した店長が、ぜひとも新潟にも広めたいという思いでお店を出されたそうです。その店長は、なんと、とってもチャーミングで明るい女性店長。その店長の細かな気配りが、店内の至るところに感じられるお店です。それでは、福寿店長、坂上舞子さんのお話を、どうぞ。鴨駅前にあります、山形鶏そば福寿の坂上と言います。福寿の一番のおすすめは冷たい鶏そばですが、温かいおそばや期間限定のおそば、ざるそばなどもやっていますので、どうかよろしくお願いします。年末年始の営業は31日は午前の2時まで営業しております。ぜひ今年の締めくくり、来年の初めのおそば食べに来てくださいね。またお持ち帰りの年越しそばのご予約も受けたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。お願いします。今回1月号のウィークにも看板娘として載せていただきました。ぜひ私に会いに来てくださいね。お願いします。ぜひ皆さんも
鴨駅前の福寿さんに足を運んでみてはいかがでしょう。それでは、今日のお別れは、間もなく純白に染まる新潟県三条市にありますキャンプグッズメーカー株式会社スノーピークの直営キャンプ場ヘッドクォーターズの模様を空からご覧ください。それでは、また。